こんにちは。今回はこちら、ユーザーワイで購入しているワンダーコットン。こちらを使って三角ショール編んでいきます。こちらが、コットン 50%、アクリル 50%。で、今回棒針を使っていくので4号から6号ですね。200g、800m 入っています。今回も使い切りで編んでいこうと思います。色番が3番。こういうのを使っていきます。中心から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を取り出してきて、まあ、今回の糸はね、こうサラサラしてて、で、この4本別々になってて、もうよれてない糸なので、まあ、棒針ちょっと難しいかなと思ったんですけど、まあ、棒針の編み地がね、また可愛いので、カーター編みだし、まあ可愛いかなと思って、色の出方も可愛く出そうなので、進めていこうと思います。でね、今回は輪針の、7号 4.2mm を使っていきます。で、作り目を作っていきます。こういう風にして輪っかにして、まあ、もうすでに取っていきにくそうなんですけど、針を入れて、で、これが1つ目ということで見ていきます。糸をこういう風に持って、手前からこういう風にかけて、2つ目、糸をかけて、3つ目、こうゆったり編んでいくと取っていけるかなと思って、で、左にこう糸を持って、で、右手で絡のを持って、ここから進めていきます。で、手前から、下から上に取って、表編みを3回していきます。表編み。向こうの糸を手前に持ってきて、1回目。で、引き抜いて、で、2回目。手前から向こうに出して、2回目。同じように表編みをします。そしたら、この、もうすでに一つ落としたりするんですけど、これでまた左手に持って、右手でまた目を取っていきます。で、糸を向こう側にやって、で、一つ目。こういう風に表編みをしたら、ずっと表編みなんですけど、二つ目のところで、この裏のポチッとしているところ、ここを一回取って、で、糸をこういう風に同じように取ってきて表編み。ここで目を増やしていきます。もう取れないですね、これ。ちょっと難しいかな。これで、で、今、一つ取ったら、この元々ある糸。これも同じように表編み。で、あとは一つ表編み。こんな感じで進めていきます。まあ、果てしない作業になるんですけど、800メートルもあるんで。これでまた後ろ側に持っていって、で、一つ目は普通に一つに対して一つ表編みして、で、二つ目で増やしていきます。この手前のポチッとしているのを折って、で、ここで向こうから手前に持ってきて、引き抜いて表編み。で、もともとある糸を取って表。あとはずっと表、表。こんな感じで一目ずつ増やしていきますね。これでまた裏返しにして、この繰り返し編んでいきます。そしたらこのちっちゃいんですけど三角になっていってますよね。一つ目は一つ。で、必ず二つ目で、また糸取れてないな。必ず一つに対して一つで、次はこのポチッとしてるのを取って、ここで増やします。中に通して一つ増やしていますね。で、あとはずっと表編み。ずっと表編みなんですけど、二つ目で増やしていって、あとは一つに対して一つ。で、また裏返しにして、で、糸は向こう側。で、手前から向こうに一つに対して一つ最初編んで、で、二つ目でこの裏のポチッとしているところ。ここを取って一つ増やします。で、あとは一つに対して一つ最後まで編んでいきます。一つに対して一つ。あ、いけそうですね。たまにね、落とすんですけど、この細い糸一本だけ取りそびれたりとかして、まあね、たまにこうやって見てみて、まあ落ちてたら、まあ戻ってっていう感じで、まあ戻るのもね、結構難しそうですよね。目を落としたりとかして。結構ね、まあ大変かもしれない。でもなんか可愛くなりそうなんで。まあ、結構大きい感じでできると思うんですよね。で、なので、
まあ、可愛くなることを信じて、こうやってコツコツやっていこうかなと思います。それで、一つに対して一つ、ちょっとずつ広がってきましたよね。あ、このね、棒針の編み地もめちゃくちゃ可愛いんで、いけそうですね。なんか編みやすいですね。なんか、こう、まとまりがないから編みにくいかなと思って、ちょっと考えてたんですけど、かぎ針でなんかしようかなと思ったんですけど、でもどうしても棒針でしたくて、今回ちょっと初めて見ました。あ、いけそうなので、まあ、途中でね、なんかできなくなりましたとか言うかもしれないですけど、まあ、ちょっと、このまま進めていこうと思います。ここで2つしましたね。あとは1つずつ。こんな感じでずっと進めていこうと思います。で、どれぐらいの大きさになったかっていうのをお伝えして終わるので、まあ動画としてはめちゃくちゃ短くなってると思うんですけど、こんな感じで進めていきます。こういう編み地が欲しかったんですよ。可愛いですよね。このガタガタってなってるの。これで進めていきます。はい。こんな感じでちょっと編んできてたんですよ。で、だいぶね、ここまでも時間かかったんですけど、このまま一本でいこうかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと色も似てるし、引き揃えたら可愛いかなと思って。だからね、ちょっと号数も変わると思うんですけど、号数も何号で編みましたっていうところと、まあ編み方としては動画で残しておこうかなと思います。同じなので。で、同じ編み方で2本取りで編んで、どういう風になったかっていうのをお伝えしていけたらなと思います。まあちなみに1本で編むとこんな感じの編み地になりました。こういったところも何か参考にしてみてください。まあ、ちょっともったいないんですけど、ほどいて、もう一つ、引き揃えて編んでいこうと思います。こちらで編んでたかな。こちらで編んでて、で、これを足していこうと思うんですよ。で、これがちなみにカラーナンバーが13番ですね。こちらを中心から取って、で、ほどいたのと2本で揃えて編んでいきます。はい。こんな感じで、だいぶ大きく編んできました。で、夢中で編んでて、まあね、糸が全然なくならないと思って、でもね、全部使い切ろうと思ったんですよ、最初。でもね、ちょっと途中で測ってみようと思ったんですね。で、三角の一番長いところ今編んでるんですけど、ちなみに。ここでだいたい150センチぐらいだったんですよ。なので、だいぶ大きいなと思って。で、個人的にはそれ以上大きくなったら三角ショールとしてちょっと使いにくいかなと思ったんですよ。まあ、真冬で使えるぐらいの大きさって言っても、まあ、クシュクシュっとして、この、首の周りに巻いてっていうのでもうだいぶボリュームもあるなと思ったので、まあ、ここで止めようと思うんですね。まあ、これはね違うところでまた使っていこうかなと思っています。で、ここで終わりにしようと思うので、まあ、かぎ針でいつものように伏せ止めしていこうと思います。中号で取っていこうと思います。ちょっとね、ここまでちなみに13号で編んできてましたね。13号 6.0mm。これで、まあ、ちょっとね、細くなるんですけど、まあ、これで取っていこうと思います。で、ちなみに一番最後の目数えると、まあ、このマーカー入ってるところで100ずつ数えてきて印をつけてるんですけど、220目ありました。だいぶ大きいですよね。これで、まあ、糸を、まあ、いつものように取っていきます。これで、後ろに糸を持っていって、最初の目を手前から向こうに取って、で糸をかけてきて、ちょっとゆったり気味に取っていこうかな。で取ったら、こうやってね、目もね結構途中で落として、まあ、だいぶここまで時間かかってるんですよね。で滑るんで、あ、でもね1本で編むより、まあ、2本取りでした方がなぜかすごく編みやすかったですね。だから色もすごく特徴ある感じで出たし、すごくやってよかったかなと思います。こんな感じで取って、また次の目、手前から向こうに取って、これで取ったら、この2本かかってる状態で左の目を右の目に通します。こうやって伏せていきます。で、この状態で次の目、手前から向こうに取って、糸をかけて左を、こういう風に抜いたら、左の目を右の中に通します。ここも、こう、ゆったり、引っ張りながら、編んでいこうと思います。糸をかけてきて、で、ポンと抜いたら、左を右の中に入れます。左を取って、こうやってかけてきたら、こう抜いて、で、左の目を右の目に通す。こん
な感じでずっと同じように220ミリあるんですけど、同じように撮っていこうと思います。最後のところでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じで最後の方まで編んできて、で一番最後の目も同じように撮って、で糸をこう抜いたら針を抜いて、で左を右の中に入れます。でここはブランとなってしまうので、鎖編みを一つしてグッと締めて留めて、で10センチぐらい糸を残してカットします。でスッと抜いて針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通したら、まあ、どっち側でも表でもないので、まあ、このやりやすい方でこの糸端を中側に持っていきます。何回かこう一回引き抜いて、引き抜いたごとにこう返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたので、糸をギリギリでカットして、一番最初のところも糸を残してきたので、この最初のところですね、今と同じようにこの糸端を中側に持っていくようにして返し返して糸始末をしていきます。まあ、編み地を崩さないようにして糸始末していきます。はい、こんな感じで糸始末するとこして仕上げてきました。であらかじめサイズがまた大きいので測っておきました。この一番長いところでだいたい150センチぐらいって言ってたんですけど、伏せ止めしたらちょっと伸びて、まあ、自然に置いた状態で測ると164センチぐらいありました。大体にはなるんですけど、この真ん中のところで77センチで、この2箇所が、112センチぐらいになっています。で糸は2本取りでまた巻き直したんですけど、この状態で 110g 残ったので、だいたい使ったのは2本取りにして4分の3ぐらいは使ったかなっていうところで、何か参考にしてみてください。これでもね、なんか何かまた引き揃えて、これもいろんな色があるので引き揃えて、で足りないところこの色を入れても可愛いと思うし、また同じ色を組み合わせても可愛いと思うし、いろいろ使っていこうかなと思っています。サラサラしててすごく年中使えるかなっていう感じなので、大きく編んでみてよかったですね。結構ね、しっかり濃いめのところが残ったかなっていうところではあるんですけど、この春先にもこうさらっと使えるしって言ってたように、膝掛けとしても使えると思うんですけど、この中心部分をクシュクシュってして、でこうやって首の周りに巻いてマフラーとしても使えるかなっていう感じで、こんな感じで大きく編んでみました。だいぶね、なんか時間かかって、こればっかり一日中やってないんですけど、1週間ぐらいかかりました1週間ぐらいちょこちょこ編んで、ずっとね、でも楽しくできましたね。若干こうグラデーションになっていて、あんまりわからないかな、こんな感じで、ちょっと濃いめのところが一番最後の平らな長いところになっていて、こういう薄い感じになって、こんな感じになってます。めっちゃ可愛いですよね。簡単に作れるんですけど、結構しっかり時間はかかる作品かなって思うんで、そういうところも何か参考にしてみてください。これも大きさをいろいろ調節しやすいと思うので、いろんな大きさで編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。